南伊豆町は、静岡県東部の伊豆半島の最南端にある町で、ある。青野川の流域の加茂温泉地区と弓ヶ浜温泉地区に市街を形成する。どちらも小規模ではあるが、温泉街を形成している。この青野川の下流には小規模ではあるが、マングローブ植物であるメヒルギが移植されており、定着の北限とされている。海岸地形は複雑で、 小規模なリアス式海岸になっている。伊豆半島最南端の岬でもある伊色崎などの継承地を有する。データは平成23年版南伊豆町長生用乱資料編より平行町内に鉄道路線は通っていない。最寄り駅は伊豆急行伊豆急行線伊豆急下田駅。弓ヶ浜色先日帰り温泉を向し、甲浦港が池だった頃、池の主のオ,オロチが 毎日妻寮と小浦の山々の峰と池の淵を回ってこの池を収めていた。ある日いつものように巡回をし小浦の日和山まで来た時、突然、ゴーッと地響きが轟いたかと思うと、みるみるうちに池の一辺が崩れ落ち、オロチは妻涼さ山へ行くことができなくなった。仕方なく崩れ落ちたばかりの断崖絶壁を駆け下り、妻涼さ山へ登っていった。今も、 高褐色の岩肌に、オロチの姿が黒く刻まれており人々はここを、蛇下りと呼んでいる。また、ここが崩れたので、駿河湾と繋がり小浦港ができたという。昔々、大国種名が、巫女こと白種名他の神々を引きずして、伊豆七島へ渡るとじ、小浦港へ帰港した。怒りを下ろし、港と巫女が泊まる地を決めようと周囲を眺め、 やがてこうの乙つ大命を今のつ寮の地に、今年の主命の御子、伊波久吉別名を小浦の地に上陸させた。これからつ寮、りょ小浦の地名が生まれた。ありがとうございます。